はい、続いてはニューエックスさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではまず早速簡単に自己紹介をお願いします。YouTube の方で基本的には今現在 FPS の実況をやっているもので、はい、なんでしょうね。簡単で、私中二病テーマに実況してさせていただいております。FPS 主に、例えばそうですね、よく皆さんご存知になるでしょうし、お耳に挟んだことあるでしょうけど、はい、コールオブデューティーシリーズとかもそうですし、コールオブデューティー、はいはいはい、あとそろそろホラーゲーにも、なんか FPS のホラーゲーにも。え、 FPS でホラーゲーってありますよ、結構ある。あるある、確かに手出していきたいなと考えてます。なるほど、はい、じゃあ早速、じゃあ実況を始めたきっかけは何でしょうか。そうですね、なんだろう、週2、週3ぐらいの頃ですかね。その頃に初めてというか、はい、ちゃんと YouTube とかなんかそういう動画サイトをよく見るようになって、うん、あれモンスターハンターポータブルセカンド G あるじゃないですか、はい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 、あれの、あれ同級生というのを初めて知ったんですけど、その人たちの実況を見て、はい、わ、楽しそうだなと思って、身内でやりたいなと思ってから始めたのがきっかけですね。へえ、モンハン動画の実況を見てやってみようと。そうですね。へえ、なるほど。何か影響を受けた実況者の方とかいますか。もうその人の、まあ、そのチームのリーダーの方ですね、やっぱ。へえ、今その人たち活動されてます。今どうでしょう、やっぱ実機がやっぱ僕と同じなんで忙しいんじゃないですかね。なるほどね。なるほど、進路的な意味でね。進路、でも決まってはいると思うんですけど。なるほどなるほど。じゃあそのニューエックスっていう実況者名はどこからつけたんでしょうか。これもよく聞かれないけど、間違う方いますよね、 VX っていうの。確かに VX とは読んじゃいそうになるけど、そのニューっていう特殊な読み方しますからね。そうなんですよね、はい、どっちも僕好きなものから撮ってるんですよね、両方とも。え、何から撮ってる。もう好きなものから、両方とも。へえ、どういうところから。もう最初のニューはもうガンダムの V からですね、はい、ああ、はい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 。ただこれニューって結構世代が結構30代ぐらいの方たちの方が多いんじゃないかな。へえ、ガンダムあんまり詳しくないからわからないけど。ガンダム、確かにガンダムいろんな、その、略式で呼んでる時のその、ニューっていうのがあるってこと？あ、いえ、そのまま名前でただニューガンダムっていうのがあるんですよ。へえ。シンプルで覚えやすいんですよ、はい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 。で、じゃあその次の X っていうのは。あ、もうこれも、まあ、いつだろう、これ。確か、小学校の頃初めてゲームしたのが多分、ロックマン X だったんです。なるほど、ロックマン、その好きなものを足してニューエックスさんっていうことに。そうですね、うん、あー、なるほど。じゃあガンダムも好きなんですね。ガンダムも好きですね。へー、じゃあガンダム系のゲームやられるんですか。はい、一個だけ出してたけど、多分単発になってる。おーおーおー、へー。じゃあ続いての質問をいかせていただきます。はい、人生で初めてやったゲームは何でしょうか。ロックスもそうですけど、何ですか、はい、多分もしかしたら、ポケットモンスターのクリスタルじゃないかな。さあ、すごい、本当にね、あのゲーム実況者さんに今ちょっとインタビューしてきてて、その初めてやったゲーム何ですかっていうと、絶対ポケットモンスターっていう。全員多い。全員じゃないです。大体そうですね。多いです、本当に。しかもかなり古いタイプの。クリスタルはでもまだ、わっち世代から言うと最近の派に入っちゃうかな。キューブで初めて買ってもらったので。へえ、クリスタルっていうと、そのスイ君が、パッケージの。そうですね、懐かしい。なるほどね。第2世代かな、金銀クリスタルですよね。ですね。ああ、なるほど。ポケモン、それクリスタルは何でやったんですか。ゲームボーイカラー。ゲームボーイカラーですね。カラーでアドバンスも買ってもらって、アドバンスでもやったりしてましたね。アドバンスでゲームボーイの仮説だとちょっと出ちゃうっていう。上の方が持ち上げて若干怖いんですよ。出ちゃうっていう。なるほど。では続いての質問いかせていただきます。実況やっていて嬉しかったコメントは何でしょうか。嬉しかったコメントです。何ですよね、ほんと。よく多分あるコメント、こういうのある人もあるんじゃないかと思うんですけど、はいはい、なんかあなたの実況を見てこのゲームやるようになりました。あー、嬉しいですね。確かにあれは本当嬉しいです、ね。なんかこの良さを紹介できて伝えられたっていう風に。ですね、本当に。確かに、
実況やっててそれは嬉しいですね。面白いとかも、なんかすごい面白いとかも、泣くもとか、そういうコメントもたまにあるんですけど、それでも嬉しいです。ああ、なるほど。確かに、同じゲームやる人のそのプレイヤーが増えていくっていうのは嬉しいですね。実感できますね。ですね、ほんと。共通点が増えていくのは嬉しいことです、うんうんうん。なるほど。では、続いての質問ですが、苦手なジャンルのゲームは何でしょうか？これね、多分そんな苦手じゃないと思うんですよね、皆さんは。何？僕もとかやってる割には RPG とか苦手なんですよ。RPG 苦手っていう人結構いたよ。はい、あ、いるんだ。なんかね、そのなんかムービーが長いのが苦手だったり、ややこしいのが苦手だったり。ああ、そういう、僕の場合は、あれです、はい、なんか特殊なもんで、あれ、なんでしょうね。始めるじゃないですか。はいはい。進んでいくうちにレベル上がるじゃないですか。でも、はいはいはい、なんかポケモンだったらジムリーダー戦に向けてレベル上げてるんですよ、普通は。僕の場合、レベル差がかなりあるんですよ。っていうこと？ガッツリ上げちゃうっていうこと？いや違うんです、逆なんですよね。もう相手の方がレベルが10ぐらい上なんですよ。低レベルで行こうとしちゃうんだ。でも なんでしょうね、そういうゲームの趣旨にのっとってちゃんと進んでいっちゃうから僕は。なるほど、あんまり話聞かずにサクサク先進んじゃうみたいな。いや話は聞くんですけど、その分戦い、うん、もうちゃんと戦うんだけど、なんかそこまでレベル上げなくていいかなと思って。ああ、レベル上げはそんなやらないっていうことなんだ。いい勝負もしたいですよ、なんとか。ああ、なるほど。ちょっと制限を入れていくみたいな。ですね。しかも、なぜかお金がなくなっていくんですよ。戦わないからでしょ。なんか逆に戦いときにいろいろ買ってからなくなるんですよ。ああ、なるほど。じゃあ、RPG が苦手っていうことで。苦手ですね。ああ、なるほど。じゃあ、続いての質問です。自分が投稿した動画は見ますか？やっぱ、気になっちゃいますから見ますね、それは。あの動画 その編集ミスがないかっていうチェックの他にちゃんとまじまじ一本の動画として見るっていう。いやー、そうですよね。とりあえず、まあ、ちゃんと全部通してみたいですね。ああ、確かに。それすごい共感できますね。見ちゃいますよね、自分の。チェックしないと本当に怖いんで、後が。ちょっと面白く編集できてるのかなっていう、その編集してる時って、そのなんて言うんだろう。なんか、これ面白いだろうと思って実際動画してみてもあんまり面白くない時とかってあるから。そのチェックとかしちゃいますよね。ですね。僕も、まあ、僕の場合あんま編集力ないんで編集そんなできないんですけど、ね。いや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 。本当に皆さん字幕とかつけてすごい根気あるなと思う。字幕はちょっと大変ですからね、確かに。あれはもう、不動きとか病気でも大変なブリーが忙しいことがある。ね、編集は確かにちょっと大変ですけども。じゃあ続いての質問ですが、エンコード中は何をしてますか？エンコード中ってあれですよね、編集とか終わって動画の保存的な感じ。そうそうそう、あのパソコンが重くなっちゃうから、パソコンはそんなにいじれないとき何をしてるかっていう実況者特有の悩みを。ゲームをたまにやるんですけども、はいはい、あれですね、パソコンのクリーンアップとかなんかいらないもの整理したりとか。変換中にそんなこといじっちゃうんだ。そうそう、もう重くするだけ重くして、すべての動作を終わらせておきますよ、僕は。へー、余計変換に時間かかっちゃうんじゃないですか、重くしたら。大丈夫なんですよね、結構こう。へえ、じゃあ10分、20分くらいで終わる？いや、最低でも1時間。ああ、やっぱねかかっちゃうよね。かかりますね。ああ、1時間、そう、何にもできないからね。ですよ、本当に。何もしないんで。その変換中が、私、実況者の悩みではありますね、変換中。円弧失敗してまた入れ直すパターンもありますから。再円弧は本当に億劫。ですね、あれはもう、いや、もうあれはダメ。1時間待って 100% 溜まったのに、もう一回1時間やんなきゃしょうがないっていう。ですよね。まあ、チェックし直してまた。大変ですね。では、最後の質問なんですが。あ、もう最後っすか。早い。ゲーム以外に趣味はありますか？あ、ゲーム以外で趣味っすか。はい。なんでしょうね。あ、そうだそうだ。学校で軽音楽部でやってみて、それじゃバンドとかもやりますね。へぇー。でもやっぱ今時期がこの時期なんで、うん、まあちょっとなかなか遊んでられないっていうのもです、ね、時間もなかなかメンバーと合わせられないんで。へー、あ、じゃあその音楽が趣味っていうことでですね。歌ってみてもなん うまくないなりに頑張って出してます。ああ、まあいろんな活動するっていうのはいいんじゃないですか、面白みがあって。やっぱです、ね、目標的なものがあるんじゃないですか。僕歌と実況を頑張って両立できればいいかなって。へー、いいですね、そういう目標があって活動するっていうのは。ただ漠然とやるよりも、うん、漠然とやってどんどん人気が上がっていく人も多いですから、ね、やっぱりね、なんかこう人を
引く、なんていう、魅了する何かを持ってるんでしょうね。ですよね。声なり喋りなり。声に特徴がある人の方がやっぱ伸びは早いですね。あ、確かに。わっちもそうだけど、女ですかみたいなところから見てくれる人も多いですからね。そうさ、そういうのニコ生とかもコメントとかでもよく見ますね。ですね、確かに。主女ですかみたいなのに聞かれます。やっぱゲームしてる女性って珍しいんですよね、それぐらい。でしょうね。でオンライン的に見ると結構いるんですけどね。いざなんか目の当たりにするとみたいな。確かに。じゃああれなんですか、その軽音楽っていうのはなんかあのアニメの軽音から入ったとかっていうのはあるんですか？多分他のみんなはそうなんですけど、僕違うんですよ。あれ親がよく CD ショップとかやったんですし、うん、音楽関係のことは大体やってたんで。あ、じゃあ親から影響を受けて音楽に興味持ったみたいな。そうです、ね。へえ、そうなんだ。へえ。今だったらなんかボーカルとかそこら辺のものやってますけど、はいはいはい、私だって本当にジャニーズとかも好きでしたし、いろいろ世代的にもなんでしょうね、いろんな昔の曲とかもよく聞いてます。へえ、すごいですね、本格的。ちょっと思ってたよりかなり本格的だった。多分僕のような考えを持ってる人少ないんじゃないですかね、もしかしたら。確かに前の世代まで遡って聞くっていうのはなかなかコアなところまで行ってますね。その世代のものとか歌うの出すからありかなと思うんですけどね。あー、へえ、そうなんだ。ちょっと意外でした。そうでした。へえ。じゃあこれでインタビューは終わりなんですが、はい、はい、最後にニューエックスさんの動画を、じゃあちょっと宣伝なんかをお願いします。いやもう厚かましい限りですけどね。はい、どうぞどうぞどうぞ。まあ現在、現在というかもうちょいで多分終わりに近づくと思うんですけど、現在コールオブデューティーモダンオフェア3というゲームの方をやらせていただいております。はい。他にもバトルフィールド3というのもやっています。けど、バトルフィールドもなかなか動画撮れないんで、時間が。長いからね、一戦が。長いですね。長いですね。カットが難しいです。モダンオフェア3に興味がある方とか、また FPS 始めてみたいという方、もしいましたら、よければもう、下手くそでも上手でもなんか何でもいいね、コメントしてくださりしてくれたらもう嬉しい限りですね。はい。ぜひご覧ください。今年中にチャンネル登録数1000人目指すのが目標です。いいです。今何人ですか？今800人です、ね。あと200、みんな急げ、あと登録。ぜひとも、もういやもう、ぜひともなんて言わないわ。もうよろしければお願いします。はい。じゃあ、ニューエックスさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、続いてのインタビューは、アッキーラです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、もう知り合って長いですね、アッキーラとは。そうです、なんだかんだで3年以上は3年半友達でいます。はい、イベントとしては長くさせてもらってますよ。そうですね。では早速自己紹介をお願いします。はい、一応アッキという名前で実況活動させてもらって、はいやらさせてもらってますですね。そんな感じです。じゃあどんなゲームを、実況してますでしょうか？そうだ、最初の方はファミコン、まあレトロ上ですかね。そうですね、レトロやってて、まあその後は COD をメインにやってってあんだけど、最近はモンハンやったり、まあ、うんうん、その時の気分でいろんなゲームやってます。はい、わかりました。ではここら辺からインタビューさせてもらいます。はい、実況を始めたきっかけや影響を受けた実況者はいますか？はい、ですね、実況を始めたきっかけは、はい、これは何をかと友なんだよね。そうだね。そうそう、ホームでね、よく遊んだ時に、はい、そうですね、実況始める前からの友達だからね。そうそうそう、で友がね、こういう動画あるんだよって、うんうん、ゲームやりながら実況する動画あるんだよって教えてもらって、今度始めようと思うんだよねって友が話してる時に、あ、俺ファミコンだったらできるかもみたいな感じで、そうそう、やってみようかなって言ってたよね。やってみようかななんて言って、うん、やったのがきっかけで。だからね、その影響というのは、実況者さん、他の実況者さんはあんまり実はよく知らないわけで。いいんじゃないですか、そういうのも。はい、はい、そんな感じでございます。はい、わかりました。ではその、まあ、そのアッキという、実況名はどこから来たんでしょうか？実況名、これも、はい、何よくそうきっかけは友なんだけど。そうだよね、アキラさんって最初呼んでたけど、ふざけてアキラアキラって。そうそう、もともとはね、俺普通にアキラ、アキラですみたいな感じで最初やってて、そうそう、で友がね、アッキーラって始めて、うん、でちょっとした変換ミスで、アッキー
ラーみたいな、なんか漢字でアッキーみたいな感じになってね。なった。悪い鬼って書いてね。悪い鬼って書いてアッキーで。アッキーって。それが一時流行ってですね。まあなんだかんだそれカタカナにしてアッキーと。ご変換から来たんだね。じゃあ。そう。なるほど。わかりました。では続きまして、人生で初めてやったゲームは何でしょうか。人生初めてゲームはファミコンのバルーンファイトですかな。それあのそのまんまあの自分 の, あの実況の一番最初も。そう一番最初にやった実況プレイもバルーンファイト。あーなるほど。面白いゲームだったんでね。いやでもそのね当時ねもうやり込んだっていうのがすごい。まだ残ってますか。その動画もうない。あれとね残ってはいるけど非公開にしてる。恥ずかしかった。そうか。なんか見えた。いやでもね違いすぎて。あーでも私最初の頃とテンションはすごい違ったんですけど、なんかあのその当時本当にやり込んだんだろうなっていうのがすごい伝わってくるぐらいうまかった。やっぱね久々にプレイしたでやっぱり体が覚えてるもんで。あーすごいパーフェクトだったよねあれ。結構うん結構パーフェクトで進んでたと思うよ。あー相当やり込んだんじゃない。いやーもうあれでも正直受けてね当時。へえ。猿みたいにやり込んだ記憶あるんだよ。猿みたいに。猿みたいにね。なるほど。うん、分かりました。じゃあ実況をしていて、嬉しかったコメントは何でしょうか。嬉しかったコメント、そうで、まあ、基本的にもらえるコメントは全て嬉しいんですが、はいはい、特にいやこのコメントめっちゃ嬉しかったなっていうのがね本当申し訳ない、何特に気づかない感じですかね。なるほど、まあ、で一応でももらえるコメントは全て見てるんですよね。全て目通して、はいはいはい、ちゃんとお返事を書かせてもらってるんですが、あきらちゃんと全部お返事返してるのが偉いよね本当に。いやいやもうすごいと思う。いやいやもう時間がねほらすぐに返せればいいんだけど、うん、そうだね、ちょっと時間かかっちゃうけど、まあ、ちょこちょこ返させてもらってますよ。それは素晴らしいと。いや、はい、では続きまして、苦手なジャンルのゲームは何でしょうか。うん、ズバリホラーゲーですな。結構ねゲーム好きな人あの結構インタビューやってきたんですよもう。で、まあ、いろんな人にインタビューしてきてゲーム好きな人結構ホラーゲーもやるからどうなのかなと思ったけど、うん、かなりの人がホラゲーが苦手っていう風に言ってますね。やっぱり結構苦手な方が多いと。あーすっごく多いですね。そうあのね最初にバイハザー1やって、うん、10分か20分ぐらいだったかな、あの一回ゾンビが襲いかかってきてびっくりして、ね、頭して電源切って撃っちゃったそのまま。電源切って撃っちゃったそのまま、うん、そのままもう店にもうこれ買い取ってくださいって言われたけど買い取り価格高かったでしょうね。その当時はもうまあでもそれ半額ぐらいだったから。へえ。やらない。あもうそれがトラウマになってもう嫌いになっちゃったんだ。嫌いになった。もうせめてねこのカード分かったらゾンビ出ますよってラジエンスが出てくれればやるんだけど。それホラーゲームじゃないよね。心臓に悪い。心臓に悪いから。なるほど、ね、うん、それ以降もバイオ5も結構そのフレンド内で流行ってた頃もやんなかったもん。やってなかったね。やっぱトラウマとしてやっぱりなぁ、びっくりするんだろうなぁと思うとね。なるほど。なかなかできないわけでございますよ。あー、わかりました。はい、では続きまして、自分が投稿した動画を見ますか？これも微妙なところで、はい、たまにこう動画編集とかなんかにした時は、はいはいはい、まあ、見返して、あ、どうだったかなって見たりするけど、ノー編集で上げてる時って、うん、見ない時もある。そうなんだ。編集チェックみたいのもいかない感じですか？編集チェック、あ、編集した時はねチェックで一応見たりするんだけどね、うん、それをアップする前に一回通してみて、うんうん、あ、こんなもんかなってアップして、あ、やっぱ、うん、こんなもん、やっぱこんなもんだなって納得して。あ、じゃあがっつりは見ないんですね。がっつりは見ない。へえ、ね、なるほど、わかりました、うん、では続きまして、うん、エンコード中は何をしていますか？エンコード中はまあまあ、月並みですがテレビ見たり、なんかプレートゲームやったり、うん、iPhone いじってみたり。なるほど。あ、もうパソコンは動かさないっていう。うん、もう重くなっちゃうんで。あ、そうですね。あんまりねパソコンの方は触らないようにはしてるかな。あ、なるほど、うん、はい、では最後の質問になりますが、はいはい、ゲーム以外の趣味は何でしょうか？ゲーム以外の趣味で言うとまあやっぱりドライブとカラオケかな。カラオケ、うん、あとボーリングも好きだし、バドミントンも好きなんだけど。結構楽しみですね。結構楽しみ。でもボーリングとバドミントンに関してはね、最近そのあまりそう遊び機会がないからあまりやってないけどね、やっぱドライブから一人でプラッと遠出したりとかするよ。気分転換になりますね。そう、気分転換にね、好きな音楽かけて。
あ、いいですね。そう、あてもなくプラプラーっとして帰って。あ、確かにそういうのは、うん、気分転換にするかも。うん、結構気持ちいいよね。なるほど。はい、では最後になりますが、アッキーラ自身の動画の宣伝をどうぞ。あ、はい、一応、アッキーラ実況プレイっていうチャンネルで、うん、まあ、活動させてもらってます。あと、ニコラマの方でも、まあ、最近あんまりやってないけど、ちょいちょいやってますんで、うんうん、まあ、もしね、よかったら、ちょいちょい見てくれると嬉しいかな、なんて思います。はい。よろしくお願いします。ちょいちょいご覧ください。はい、では、アッキーラでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、続いてのインタビューはラクさんです。よろしくお願いします。はい、ラクさんです。よろしくお願いします。自分にさん付け。はい、はい、YouTube で、はい、こっちがまず自己紹介お願いしますって、はい、振ってからね、はい、すいません、なんかもうすいません、打ち合わせしたのに。ダメだよ、うちに打ち合わせなんてダメなんだよ。ダメなん、じゃあ、はい、このまま使うから、はい、はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、はい、YouTube で実況動画や、はい、まあ、書いてみたとか、まあ、いろいろ出させてもらってる楽です。はい、はい、あ、どうもよろしくお願いします。絵も上手ですからね。絵は上手じゃないです。え、いや、この間ツイッターに上げてるのすごく上手だったんですけど。何え、いや、マジで、いや本当にツイッターとか趣味じゃん。もう趣味だよ、趣味、はい、あの絵本当に上手だったね。もうそういうの触れちゃダメ。なんか褒められるのが苦手らしい。ほら、成長過程をね、やっぱり。でも上手で完成されてましたけどね。まだピクシブの方でウップしてないですか。あ、そうなの。ピクシブもやられてるんですね。はい、やってます。趣味で、趣味でね、はい。じゃあどんなゲームを具体的に実況されてますか。今は、はい、この間完結しちゃったんですけど、はいはい、かっていうゲームをやってたんですよ。あの、プレイステーションの、プレイステーションの、はい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 、かゆくなる動画。うん、あとはなんかホラーゲーム、PC の。やっぱりみんなホラーゲームやるんですね。ホラーゲームやられてる人がやっぱり多いですね、インタビュー聞くと。いやー、でもなんか、でも自分の場合、いろんな実況者さんの動画を見ちゃうんで、うんうん、初見ゲームが少ないんですよ。あー、なるほどね。はい。へぇー。やるにやれないものが多い。あー、でも確かに。自分がやりたいゲームっていうのの実況先にやられちゃうとつい見ちゃうよね。見ちゃう、っていうかもう気になっちゃうみたいな。あー、確かに。実況者も大変ですよね、他の人の動画見るのとか。ネタバレとか自分になっちゃうから。まあ、あとはそれで見ちゃったからサクサクプレイみたいな。あー、そういう風なスタンスでも確かに見てる人的にはストレスたまらないから。でも自分が、あ、すいません、え、どうぞ。すいません、あ、すいません、自分が、はい、どうぞ。動画っていうか、その出すとしたら、うん、知ってる中で、うん、実機のホラーゲームは多分できないと思う。そうなんだ。怖すぎて。あー、なるほどね。最近のリアルだからね、はい、もうダメだから。じゃあ次の質問行かせていただきます。はい、実況を始めたきっかけや何か影響を受けた実況者さんはいますか。これ思ったんですけど、名前とか出して OK、はい、YouTube で活動されてる方だったら OK です。あ、始めたきっかけっていうより知ったきっかけでもいいですか。はいはい、大丈夫ですよ。まあ結構もう何年も前になっちゃうんですけど、はい、自分がまあそんなネットつうか携帯から入ってたんですよ。あ、YouTube を。YouTube を、はいはい、もうパソコン持ってなくて、うんうん、で学生の時とかって、まあ、お金ないから、うん、でその時に友達に「青鬼って知ってる?」って言われて、うん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 、で「何それ?」ってなって「いや、怖いホラーゲームなんだけどさ」って。でホラーもの好きだから「はい、何それ?」ってなって YouTube でまずググったっていうか見たのが、まあ、はい、サンヘルプさんの。あー、サンヘルプさんの青鬼。はい、はいはい、そっからもういろんな方のも見るようになって、だから友達が「青鬼って知ってる?」って言われなきゃ私は。なるほど、友達のその一言がきっかけっていう。そう。へえ。それで、はい、まあ青鬼以外もいろんなホラーゲーム気になりだしてみたいな。うん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 。へえ、じゃあ影響受けた方はサンヘルプさんっていう。まあ知ったきっかけはサンヘルプさんですね。へえ、なるほど。はい。始めたきっかけは？始めたきっかけはなんかちょっと長くなるんですけど。はい。一番最初に、はいはい、まあ、
前付き合ってた方がいまして、はいはい、これ言っていいのかな、はい、その方が、はいはい、実況やらないのって言ってきて、まあ、そっちの世界の方でもありまして、へー、でそれでじゃあやるみたいになって、だからその時パソコン持ってなかったからパソコンお借りしてみたいな、はいはい、あ、そうなんだ、はい、へー、だから別に自分からやろうっていうわけでもないし、勧められてやってみたっていう、なんかやらないのって普通になんか会話のポロっていう、なるほどねいろんなきっかけがありますからね、はい、多分特殊だと思う、多分特殊、いろんな方インタビューしてきたけど結構特殊な部類に入ると思います。だから最初の実況動画は、うん、まあ彼が編集とかしてくれて、そうなんだ、はい、へえ、もう最初は緊張するね、やっぱり、まあね、確かに、じゃあだからさまあ YouTube のアカウントは持ってたんで、あ、うん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 、はい、なるほどね、そのアカウントで実況始めたと、そうですね、うん、はい、では続いての質問にいきます。実況名の楽っていう名前のその由来は何でしょうか。楽っていう方の名前ですか。はい、楽、楽さん、いやそれも全然その学生の時ってやっぱハンドルネームとか欲しいじゃないですか、うんうん、はいはいはい、で YouTube とか全然関係なくただの携帯サイトで遊んでた時期がありまして、はいはい、でその時にまあ他のハンドルネームを使った時によくよく考えたらこれ中二病じゃねえと思ってなるほど、でそこから楽っていうしたんですけど、はい、楽っていう名前も漢字だったんですよ、はいはいはい、はい、でまあ、その漢字を、まあ、掲示板で、まあ、携帯の掲示板でちょっと遊んでたんだけどこれ読めないなと思って、うんうんうん、でもでなんか R もなんかあんま好きじゃないしじゃあ L にしちゃおうぜみたいになって、あーちょっとおしゃれにしたんだね。でもう数年間ずっとこの名前です。へー、じゃあその他のサイトで使ってた名前からちょっと L にいじったみたいな。そう、もう読めないからただもうなんだろう、振り仮名振って、はいはい、もう L にしちゃったみたいな。あ、なるほど。だから別に深い意味はない。深い意味はないなるほどね。じゃあ続いての質問です。人生で初めてやったゲームは何でしょうか。これってさ絶対思ったんですけど、ね、他の方ってテトリスとか言いそうだなって思ってた、はい、いや一人も出てない。嘘出てないよ。でもぶっちゃけ言うとテトリスじゃないけど。じゃねえのかよ言っといて違うんだ。じゃねえんだ。でもなんかみんなテトリスって言いそうだなって思ってたんですよ。いやいや、今かなり半分くらいの方がポケモンきっかけって言ってますね。現時点で。ああ、はいはいはい。はいはい、じゃあ初めてやったゲームは何でしょうか。自分ね、多分ですけど、はい、ファミコン、初代ファミコンの、はいはいはい、ドラえもんとかわかる。まあいろんなゲーム出てたからね、ファミコンにも、ドラえもんでもドラゴンボールでも。なんか名前のわからないゲームとドラえもんが記憶にあるんですよ。あ、そんなちょっとマイナーなのから入ってたっていうことなんだ。なんかドラえもんでもなんか、はい、ほんと多分あれファミコンの、はい、分かる人より分かる、白くて、はい、カセットがドラえもんがドラえもんがはい、ドラえもんが空気砲持って、はいはい、ドラ焼きが相手なんか回復みたいな、多分白いやつ、はい、白いカセットバージョン、はいはい、あれを言えば分かる人には分かってくれどうにかしてわっちがグーグルでその画像を見つけて今ちょっと編集してそこにちょっと今画面ちっちゃく出しておきますからピコンって今多分左下あたりに出てると思いますか、あと名前のちょっと分かんない RPG をやってた記憶はある。じゃあファミコンから入ったってことなんですね。はい、初代多分ファミコンから入ってる。なるほど、じゃあ結構ゲーム歴長いですね。いやもう最新のハードはあんまないけど、うん、ほとんど持ってる状態。へえ、ゲーマーだ以外にでもツイッター見ててゲーマーだと思わないと思う。あ、思わない。確かになんか違う趣味のことツイートしてるから、うん、そうですね。じゃあ、続きっての質問なんですが、嬉しかったコメントとかありますか。あ、やっぱりなんかなんだろう、助言も嬉しいんですけど、はいはいはい、
やっぱコメントは一つ一つ全部嬉しいんですよ、やっぱり、うん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 、で、その中だったらなんかこう丁寧になんかヒントを教えてくれる方とか、あー、ネタバレにならないようにうまく導いてくれる方みたいな、はい、あともう普通にお疲れ様でした、もうずっと見てきたんですがとかなんかもう言ってくれるだけでも、あー、嬉しいですねふーっていう感じでなるほど嬉しいですね、常連さん的な、はいはい、あ、常連さんだと結構 ID とかで覚えるんで、はい、そうですね、毎回コメントくれる、覚えますね確かに。では続いての質問です。苦手なギチャンルのゲームは何でしょうか。ホラーゲームです。あ、ホラーゲーム実況してるのにへじゃあ、あの PC ならまだいける、うん、いや、あのこれも名前言っていいのかな、 YouTube の方だったら特にあの誹謗中傷でなければあの黒市さん、はい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 、クロイツとあのその遊びまして、いろんな方と、はいはいはい、その時にあの、まあ、生贄の夜、うんうんうん、をやったんですよ、はい、その時に見事コントローラーぶん投げ投げましてびっくりしてもうそれでもうあの楽のそばが一番怖いって言われてあ、実際に会ってやったっていうこと、はい、あ、オフ会みたいな感じで、あのよくいろんな方と遊ぶんで、東京近辺の方でしょ、はいツイートしてますよね、でその電気とか消して、うわそう、うわじゃなくてうわーつパン、うわー、それはわっちも怖いかもしんない、しかも実況を見てて何回も、なのに、うん、なんでお前これ知ってんのにそんな怖がるんだよでも一緒にやってたらそんな人隣にいたら面白いかもしんない、もうなんかカンとかカーンとかなって、え、ダジャレ今のえ、ダジャレじゃないダジャレ、びっくりした、こんなところでぶっこんできたのかと思ってこんなところでボケかましても意味ない、そっかそっか、ごめんごめん、びっくりした。じゃあ続いての質問、はい、いきます。自分で投稿した動画は見ますか。一番そう上げて、はい、その上げたてほやほやで、はいはい、ちょっとちょろっと見るか、はい、あとあの動画作ってあげないでその時に見る感じかな、うん、動画作って投稿する前に確認する意味で見るってこと。確認は別にしてない、なんかただ単にただ単にそのあ、こんな実況してんな自分みたいな、なんか古い動画とか見るともう恥ずかしくなっちゃう、はあ、私すごいわかるそれなんか何言ってんのこの人って思うなんでこんなことしてんの、そう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 、みんなでもそれは実況者今までインタビューしてきたからそういう昔のは見れないって、うんうんうん、やり始めの頃とか特にすごい恥ずかしいって、そうだ、もし見るとしたら、うん、新しいのみたいな、あー確かにね、他の方は見るんだけどね自分はちょっと恥ずかしいよね昔のは、恥ずかしい恥ずかしい、はい、じゃあ次の質問いきます。演歌中は何してますか。やっぱ重いじゃないですか、パトコ、うん、重いから動かせないね、あの地味にあの、はい、ダウンロードじゃないけどその YouTube で動画をその、はい、読み込み終わったやつを見るか、あーはい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 、あとはもう最近はもう DVD、 あーいやツイートしてるもんねよく映画見てるDVD、 うん、相当好きでしょ DVD めだって違う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 、ツイート見る、お邪魔女ドレミが好きなの、お邪魔女ドレミ、でも最近のツイートの3分の1がツタヤから発せられてるツイートだから相当ツタヤいるなこの人と思って、多分2日に1回はいる絶対店員に覚えられてる絶対店員に覚えられてるよ2日に1回は。いやでもでも近所のツタヤはもうほとんどホラーものとかコンプリートしたんで、うん、他の今ツタヤにいるんで、すごいそんな好きなんだ、もうホラー映画大好き、へえ、いやホラー映画見らんないな。いやでも自分も最初一人で見れなくて、うん、で友達ん家で見るか友達呼んで見るか、うんうん、画面共有で見るかだったの。あ、はい、スカイプでね、はい、はいはいはい、だけどもう最近は頑張って一人で見れるようになった。あ、いや一人では見らんないな、すごいね強いね、もうでもなんかもう見すぎて、うん、次行きたい、なんつうの、なんかもうもうちょっと怖いの欲しいなっていう、うわー、なんかその道に入っちゃったんだでも怖くて見れないみたいな、怖いもの見たさっていう、そう興味が、あ、なるほど。じゃあ最後の質問です、
はい、はい、ゲーム以外の趣味は何でしょうか。さっきも結構出てるけど、でもだったら、うん、その DVD 鑑賞もそうだけど、そうだけど、あ、でも絵描くのも好きだし、あ、そうですね、絵上手ですね。あと漫画読むのも好きなの。おお、はいはいはい。どんな漫画読むんですか。もうジャンル、もうね、言われるのが、はい、楽さん家行きたいって。え、そんなにあるんだ。ん、本棚三段ぐる、三段ん、なんていうの、何、なんだろう、結構あると思う。すっごいね。どんな漫画ですか。もう恋愛ものっていうか少女漫画系も読むし、はいはいはい、あ、BLGL も読みますし、はい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 、あと普通の学園ものとか、あとホラーパニックとか。またホラー入ってきた。ホラー相当好きですね。あともうほのぼの系もちゃんと読むし、あ、戦闘もの、ディーグレーとか。ディーグレイマン、はい、ジャンプで言うとのも読みますし、もうほんといろいろ読む。へえ、多趣味ですね。お、あ、それよく言われる。うん、映画見てたり、絵描いてみたり、漫画読んでみたり、あとは、はい、こっそり曲作ってます。え、ボカロ。はい、ボカロ B なの。あの相方とちょっと、あ、友達と、はい、あの合作なんだ。自分作曲がちょっとあるんですけど、はい、進まなくて、はいはいはい、で、作詞とかを今担当してるんですけど、うん、すげえ。いや、でも今自分でやってるラジオ動画のオープニングは自分で曲作ったり。え、すげえ。え、ちょっとそのラジオ動画ちょっと後で見に行く。え、でもオープニングっつってもその、うん、もう10秒ぐらいだけど。うん、いや、でもいや、メロディー作るのってすごいと思うんだけど。で、今ちょっと、まあ、YouTube で1曲上げてるんですよ。へえ、すごい多趣味。そうなんだ。はい。へえ、いや、意外な一面見れました。そうですか。そうですね。でもラクさん、そうだ、これを最初に言うべきでしたね。ラクさんとそのお友達になったきっかけは黒子さんの誕生日配信のマリオカートからでしたね。はい。で、なんかそのツイートで声かけていただいて、そこから話すようになりましたね。はい、はい、声かけさせていただきました。いやいやいや、ありがとうございます。こちらこそ声かけていただいて。ね、さっきもね、マリカやりたいねっていう。そうですね、マリカ今度一緒に撮りましょうね。やりましょう。はい、やりましょう。じゃあ最後になりますが、何か動画の、ラクさん自身の動画の宣伝を。見に来てねって。それだけ。ちょっと、もうちょっと。超淡白。なんで、何を言えばいいのか分かんないから。だからほら、ラジオ見に来なくても、まあただ単にちょろっと見てれば、なんか、うん、別に何も、もう自分の趣味の範囲なんで、もう。あ、すごいサバサバしてますね。逆になんか興味を引き立てられるかもしれない、見てる人。何々やってて、何々やっててって言ってもめんどくさいから、はい、もう見に来てね。いいですね、シンプルで。はいはい、じゃあラクさんでした。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。はい。